様、九州佐賀国際空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでお座りのままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますので、どうぞもうしばらくお控えください。飛行機は22番ゲートに到着する予定です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、降臨の際は適度な距離を空けてお降りいただきます。またお座席番号ごとにご案内いたします。今日はまずプレミアムクラスにお座りのお客様、その次にお座席5番から12番にお座りのお客様、次に13番から20番にお座りのお客様、そして21番から27番にお座りのお客様、4つのグループに分かれまして順にご案内いたします。客室乗務員が改めてご案内いたしますので、飛行機が止まりましてベルト着用サインが消えましても、すべてのお客様はお席にお座りのまま、座席上の手荷物を取り出さずにお待ちください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今日も ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。Ladies and gentlemen, we have landed at Kyushu Saga International Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However,Please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. Once again, ladies and gentlemen, thank you for flying with ANA, a member of Star Alliance. We look forward to seeing you again.飛行機は間もなく停止いたします。重ねてのご案内となりますが、